はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、皆さん白金で剥きましたかね、新パックで。今回は、このカードを完全に悪用しまして、ゴミカスデッキを作ってきたのでご紹介していこうというふうに思っております。このカードどういう効果を持ってるかっていうと、カード名一つ宣言しまして、で、まあ、相手は宣言したカードをそのターンね、発動ができないっていう効果。そして、なんとこのデュエル中に宣言したカード自分は一切発動することができないっていう、まあそういう、まあ、効果なんですよ。これ発動する効果がデメリットのモンスターに打つとなんかめちゃくちゃあのなことできまして、これ悪用できるんですね。で、今回は、この天の岩戸っていう最強モンスターを白金霊で宣言しまして、こいつ一応ね、制圧効果めっちゃ強くて、スピリットモンスター以外のモンスター効果完封できるんですけど、その代わり、リバースモンスター、スピリットモンスターなんで、召喚リバースしてたのエンドフェーズに戻っちゃうんですよ。これ。このね、2番目の効果を、白金霊で発動させなくして、一生居座る岩戸っていうね、このゴミ戦術を見せていきたいというふうに思っております。岩戸を守るギミック、たくさん入れてきました、本日。岩戸くんがね、そもそもやっぱサーチがむずいというか、まあ、できるはするんだけど、サーチした後に特殊召喚するのかなり難しいんですよ。特殊召喚できないから、これ。そもそもね。なので、まあ、素引きか、まあ、岩戸以外にもね、インスペクトボーダーとか、あと、それから、レップの結界像あたりを使って、まあ、岩戸が来なくても、なんとか戦えるようにしてきました、一応。で、岩戸とか、インスペクトボーダーの後ろに構えておく魔法トラップカード強くしときゃいいんだとは。クソ適当に入ってるんですけど、まあとりあえずサンダーボルトとか、まあハーピーのハルボーキーみたいなカードきついから、神戦、または魔球の、ワイロ、これで今魔法トラップを無効にしていく。で、相手から攻撃される場合、まあ岩戸くんがね、もしかしたら、殴られるかもしれないから、まあそういう時に、岩戸に装備しておく月神の盾、それから月神を、装備できるアームズコール、さらに、相手のモンスターの攻撃宣言時、相手のモンスターを手札に戻せる、神父のバリア、または、強制脱出装置という感じで、まあ、岩戸を全力で魔法トラップカードで介護していくというね、こういうゴミデッキと、なっております。回し方マジで簡単なんですけど、戦術ガチでクソなんで、まあ、よかったらねちょっと最後までご覧いただければというふうに思ってますんで、早速本日もクソデッキ元気に回していきましょう。デュエルスタンバイ。ああ、いいじゃないですか、岩戸くん来てますね。岩戸くんと白金霊来てもでかいですよ。あ、ちょっと打点的にちょっと抜けないことあるんで、月神の盾かなんかを引きたいところですけどね。はい、基本的にはああなるほど、トリッピーですね。はい、トリッピー展開とかもなんか見飽きたか、みんな。道の風が若干めんどくせえか、肩代わりリリースされるかもしんねえんだよな、こっちのモンスター。ちょっと岩戸くんリリースされるのだけ。月神来た、ナイス。はい、パッキン神社召喚。このデッキこれしかやることないんで、パッキン神社召喚します。フワンダリーズは出てきても効果を発動することはできません。なんでかって、スピリットモンスターじゃないから。効果を発動するのを許されるのはスピリットモンスターのみでお願いします。スピリット以外は認めません、一切。さあ、ロビーナが召喚されますが、一切効果を発動することはできません。なんでかって、もう一回言いますよ。スピリットモンスターじゃないから。さあ、月神の盾を装備。これちょっと怖いですけど、肉声。ぶん殴りに行きましょう。そして肩代わりリリースだけマジでケアしないといけないですね、これね。とりあえずバトルフェーズ行きます。さあ、神社の攻撃でこのペンギンをぶち殺すぞ。行け！天の岩戸で攻撃。さあ、このクソペンギンを、背負っていく。うわーっとー戦略は以上です。こちらのデッキ戦略は以上。まあ、一応、はっきり例だけ発動して、岩戸くんが戻んないようにだけしましょう。ハーマーの岩戸と。彼ちょっと一応ね、エンドフェーズで戻っちゃうっていう効果あるんで、ちょっとそれめんどくさいから、発動しないようにしていただいてね。で、セットして、セットして。まあ、これでいいんじゃないでしょうか。さあ、これで大変です。さあ、あとはお好きにどうぞ。未知の風で上級アドバンスだけマジでやばいですね。上級がいた場合が一番やばいか。まあ、いても言う、あ、それはいいや。いても言うて、多分ね、あ、でもあれか、これ上級持ってこられるかもしんねえのか。ワンダリーズ。上級入ってたらむずいな。止めるか。ちょっと賄賂送ろう。賄賂を相手に送って、ち
ょっとあの一回上級サーチだけはやめていただくと。オッケー。上級サーチだけはやめていただいて。いややべえな、相手あれだぞ。これ上級引きいってるぞ。まずい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 。やばいな、このアドバンス召喚をなんかその肩代わりするみたいな、この効果がマジでやべえ。ちょっとマジでやめてくれ。あセット いけそうだ。さすがにこのセットすることは上級ねえだろ。よし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 、チャンスだ、チャンス到来、チャンスイング到来。ドロー、あのメスイヤの木も来た、ナイス。あじゃあとりあえずアラメシアの儀、まあ、無限法要とかが一番きついんですよね、イアド君って。なんでまあ2体出しとけばもう完璧みたいな感じなんで、まあ、これはもう2体岩と展開できるので最強と言っていいでしょうね。で、魔法トラップゾーンに、置いていく。で、激肝モンスター召喚。激肝モンスター2体目召喚。おい、で旅路効果ぞ。これで一応1体しゅられても1体は生き残るぞ。そして月神はデッキトップに戻る。いえ、そして、まあ、一応サーチしとくか。で運命の旅路の効果ぞ。運命の旅路の効果デッキから勇者系のモンスターを持ってきて手札を1枚捨てることができる。これアタッカーで水使いだな。これなんかグリフォンライダー出すもんね多分。で、ドラコバックを墓地送ってドラコバックの効果を発動。ドラッグバックの効果によって、勇者トークンにドラコバックを装備。おら、クソ外長使いが。これはさすがにモンスター戻したら勝てるか。ドラコバックの効果、相手のフィールドのモンスター1体を手札に戻し、ライフを取りに行くぞ。うわー、よし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 、バトルフェイズだ。いけースーパー神社ビート。うわよし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 、いいぞいいぞいいぞ。このゴミ戦術がぶっ刺さってね、相手は何も展開ができねえぜ。上級モンスターをすり切したらワンチャンだけどな。相手上級モンスターをすり切か、または旅自宅でもう一回そのあのでけえモンスターサーチしてきて未知の風でリリースっていう方法しかねえかな多分。相手的には殴ってこようとするもんなら強制脱出として勝つわけか。終わったな相手、これは完全に勝った。今くせバウンスすれば勝ちだこれ。ドロいや来すぎだろ。いやいや、まあ、いいけどいくら来てもらっても構わないけどねこのモンスターは。ちなみに発見令はこのターン、このターンというかこのデュエル中一切のモンスター効果発動できませんので、宣言したモンスターの。なので岩戸は一生手札には戻りません。なんて強いんでしょうか。おい残念だったな。お回りして帰っていけよ。神様に逆らうんじゃねえ。お前の運命を占ってやろうか。お前の運命は代表だ。正真正銘のクズってやつをねお見舞いして差し上げますよ皆さん。ええ、正真正銘のクズデッキってやつはねこういうことだっていうのをね、あこれハンドガン決まってますね、まあ、とりあえずちょっと合金を発動しましょう。これはあの正直はっきり言えなくても岩戸が来てて、まあ、勇者ギミックかまあまあはっきりも来たわ、もうこれ最強なんですけど、まあ、はっきり言えか勇者ギミックがあればいいんですけど、まあ、勇者ギミックがあった方が強いですね基本的には。アラメシアの木で、まあ、やっぱモンスター増えるんで、あ増字ね、なるほど増字は出しといた方がいいか、一応出しといた方がいいか。殺害のグリフォンライダー特殊召喚しといて、でまあ1枚ドローされるけど、いやまあ1枚ドローされたところでこの盤面返せるデッキあんまないけどね。でアラメシアの木で勇者の君出てきて1枚ドローどうぞ。で表側でおきます。はい、1枚ドローどうぞ。ちなみに特殊召喚もほとんどしないんで、あの増殖するチェックがあっても、まあ、そんな言うてそんな困りません。で、神社召喚しましょう。で、神社召喚効果発動。で、旅路効果で、あ、ちなみに、あの、神社の効果でが適用されて、グリフォンライダーの効果も完全に無効になってますんで、まあ、そこだけ注意ですね。はい。まあ、一応、神社の効果をなんか無限法要とかで無効にされると、
今度はグリフォンライダーが復活するっていうクソ場面になっております。割とこのデッキ結構キモくないですか。結構キモいですよね。自分で作って回してみた結果、これ相当キモになってあってます今。まあ、これがクソデッキ製造工場のまあ真骨頂と言ってもいいですね。エンドフェーズ、まあ、相手はスピリットモンスター以外の効果を発動することはできません。一切スピリットモンスターだったら効果発動できますよね。岩トリッキー、ドヤ顔で回したら、スピリットリッキー当たってなんかボコボコにされたことあります、一回。サイバレットマイニングどうぞ。ぶっちゃけ何をサーチされたところであんま変わんないですね。パルコ、あー転生ですか、なるほど。サロマンガイドですね。まあ、何されたところで、岩戸君は処理できないと思いますので、大丈夫と思います。はい。腕組んで見守ってましょう。ガムでも噛みながらね。飯でも食いながらお待ちいただければ。鹿来たー、鹿来たー。鹿最強なんですけど、本当は。効果発動できれば。ま、効果発動できないんですけどね。おっと、なんだ、ベイルリンクスか。あ、ベイルリンクスどうぞ。サラマングレートサンクチュアリを持ってくる効果は一切発動できませんけどね。これ相手どうやって勝つ気なんだろう。アームズコールとりあえずちょっと発動して、アームズコールで月紙持ってくると、はい、まあ、ここまでが様式日ですね。で、天の岩戸に持ってきたと装備すると、はい、ここまでが様式日。もうこの盤面作ったらもう負けようがありません、基本的には。バカ強くないですか。バカ強いでしょ。ちょっと一応後ろ戻しに行くか。一応後ろ戻しに行こう。これ何、あ、戻せる。なるほど。なんでもねえのかな。ちょっととりあえずアタッカー増やして、アタッカー、このドヤ顔の召喚ムービーもめっちゃうざいですよね。バトルフェイス入って、で、とりあえずぶん殴って、いくつなんだ相手。いや、もうきついだろ。岩戸ぶん殴って、はい、ぶん殴って、まあ、サンダーボルトとか、羽毛器とかが結構、まあ、辛いっちゃ辛いんですけど、一応ね、まあ、それを薪のマイロと神聖で止めていくっていうスタイルなんで、サンダーボルト怪獣ぐらいか、入ってるとしたら、まんまその点線感じ入ってきて見たんだけどな。サレンダーしろ。サレンダー、サレンダー、はい、ゴミデッキに負ける気持ちはどうだ。あ、岩戸なし、いや岩戸なしのね高校ちょっとやっぱ弱いね。岩戸が来てくれてると一応高校でも全然まくっていけるんですよ。モンスター効果無効になってるんで、完全に着地した瞬間に、まあ、相手が神線とかなければ、あの土の書とかね、相手がなければ全然いけるんですけど、ちょっとね高校の時はさすがに弱いですね、ちょっとね、若干ね、うん、まあ、若干ですよ本当に。おじゃマジック、やばいカード入ってんな。ちょ、これザコどもなんか3枚サーチする最強デッキじゃん。あれベル、え、これもしかしてあれですか、これ楽園おじゃまとかいう最強デッキ出た。え、赤の楽園サーチ、楽園を持ってるのかな。おじゃマジック効果、はい、で、ザコどもを3枚サーチできる、やばすぎる。いや強すぎでしょ、1枚が3枚に爆破どうつって、これはやべえ。アルティメット爆破と稼がれた。さあ、楽園融合発動、なるほど。まあ、ちょっと止めるカードあんまないからね。あの誘発とかマジで何も入ってないから、あの私のデッキ、まあ、これ受けざるしかないんですよ、すべてを。はい、おじゃまブラック。なんかめちゃくちゃ入ってんじゃん、あのおじゃま系のモンスター。アルビオン、はい、アルビオンは手札か、墓地から、素材を除外して融合できる。はい、でおじゃまイエローグリーンブラック、融合召喚。やべえの来た、ガチでやばいの来た、やばい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 。俺あとモンスターゾーン2箇所なんだけど、赤の楽園やばいぞ。アレバスの楽園を回収、なるほど。いやちょっと2体目だけは勘弁してくれ。アレバスの、これ2体目ってでも出るんだよな、別に出そうと思ったら。アレバス、アルベル、ルベリオンか、ルベリオン効果、なるほど。これ一体何が出てくるやつ、何これ。やばい、やばいこと起きた、やばいこと起きた。
待ってくれやばい。それもあんの、やば、うっそ、お前手札強すぎないか、ミラジーノも出てくんの、やば。これなんか、いや一回僕もね動画にしたことあるんですけどね、ラックインゴジマとかいうなんか地獄みたいなデッキ、ここまでの上振れはちょっと厳しいぞ。いや待てよ、あの魔法トラップに干渉ないから、波紋かなって引いたらワンか。でこれモンスター出せないから、そもそも魔法トラップでどうにかするしかないんだけども、いやこのカードしかこん、助けてくれ、これえ無理じゃねえこれ、おふざけんな、波紋のバリアかもしんないぞ、波紋のバリアウェイフォースかもしんないぞ、うわー無理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 、おじまキング2体はマジで無理。